ブダカでやっぱ攻撃したいカットマンいるじゃないですか、はい、反転が間に合わないとか、はい、そもそも反転できないとか、つぶだかでどうやって安定させればいいっていう、まあ、それほど攻撃力はなくていいと思うんだけど、はい、当て方とか、はい、どういうボールを狙うかとか、はい、そういう部分を教えていただけると、つぶだかはやっぱり打つってなると、やっぱりラバーによって打ち方全然変わりますね。やっぱ回転かけられるラバーだったら、こうスピンを、まあ普通に表ソフトをこう打つような感じで、うん、スピンもかかりますし、すごい、ちょっと伸びる、ちょっとだけ伸びるんですよ、これ。そうすると相手も、えって言って、辿ったりしてくる。全く回転かけれないラバー、テンション系とかのは、やっぱりこう、設置時間をやっぱり短くして、うん、ラケットと、まあ、ラバーとボールの設置時間をすごく短くしてやっぱり弾くような、その時にやっぱりさっきため、うん、自分の中で少しワンテンポためるっていうのがすごく重要で、これが打球点が前すぎたり後ろすぎたりするともう本当に微妙なところを捉えないと安定しないので、ためて打つ、ワンテンポだけためて打つ、ワンテンポだけためて打つっていうのをやらないと結構安定しないですね、うん、じゃあ相手にカットをストップされて前に飛び込むときも、いや、かなり難しいですこれですね。一回やっぱり絶対止まってから打つようにした方がこれ難しいですけど、一回止まってそこから微調整していくようなのが理想です。低い、これ低いはい、反転できなくても、はい、高いチャンスボールはそれができれば、はい、粒高でも打てると。打てます。むしろ打っていった方がやっぱり相手も嫌ですし、その時にやっぱりインパクトの瞬間だけは強く持っとかないと、こう下回転っぽく飛んでったり安定してなく飛んでくので、はい、まあ、上回転で飛ばした方がいいと思います。わかりました。じゃあ私の挑戦コーナー、はい、お願いします。設置時間を短くして、はい、ポン、はい、そして止まって、ちょっと下に入り込むような感じはあります。ああ、そうです。格好的にはそんな感じです。ああ、今突っ込んだな。でも、そうですね。苦しかったですよね、ちょっと。突っ込んだ。はい、こういってで、ポンっていう感じ。今頂点ちょっと落ちちゃったんで、やっぱ頂点ぐらいでいければ。難しいね。めっちゃ難しいですよ、このバック。よくやっぱりチャンスボールと思ってみんなバックで打って、うん、ミスするの見るんで、うん、じゃあもう現役時代なるべく反転してた、うん、なるべく反転しましたね。そもそも俺シェイクのバックハンドがド下手っていう。だからペンですもんね。だからうんうん、これちょっと溜めますもんね、こうやって。ああ、そうそうそう、ペンだろうね、うん、このイメージ、はい、あ、そうそう、やっぱりこう、はい、じゃあ今のシェイク、今のシェイクでやった。ああ、でもそうそう、しなりいいですね、いい感じですね。こすった方がいいのかな。うん、こするとかってやっぱユウさんわかるじゃないですか。でも、わからず結構本当に、なんだろう、バーン、そうです。俺もよく見るパターン、よく見るパターン、はい、こうやるじゃん、はい、あ、そう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 、もうタックルっぽくこう捉えて押しちゃうと安定感が、うん、安定感がないからやっぱこう、あ、分かった、表ソフトっぽくやる、ね、そうそうそう、はい、表ソフトっぽく、あー、ごめん、そうそうそう、表ソフト思った方が多分いいと思う。オッケー、また一つ上手くなりました、ね。使うかどうかは分からないけど。あ、そう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 。そんな感じで止まって、はい、でも持つとここポンと弾くと。はい